宇宙人狼アマンガス。これは宇宙を舞台にした人狼ゲームです。プレイヤーは船員であるクルーメイトと詐欺師であるインポスターに分かれます。クルー側はインポスターに殺されないように警戒しつつ、脱出するためにタスクをこなしていきます。インポスターはタスクを進めにくくするために停電などの妨害工作をしながら、こっそりクルーメイトたちを殺害していきます。インポスターは専用のハッチがあり、マップ内をショートカット移動もできたりします。クルーが死体を発見したり、議論ボタンを押すと議論開始。この時だけボイスチャットをつないで議論をします。そこで怪しい人を見つけて宇宙から追放するというような流れになります。クルー側は全てのタスクをこなし脱出するか、全てのインポスターを追放できれば勝ち。インポスター側はクルー側を同じ人数に減らすか、もしくは妨害工作などで時間切れを狙えば勝ちです。それではやっていきましょう。わからないことは後々解説していきます。コナン君プラギノール夢った決断、コナン君対工藤新一のスリ対決やん。もう一年のはずなんだけど。あ、もう始まる始まる、早っ。え、じゃあミュートミュートだー。あ、じゃあミュートで。あれ待って、初めての人いるんだっけ。それどあ、そういえばどあれ、いないんだったっけ。どっちだっけ。いるんだったら最初つけたままの方がいいかと思ったけど、ミュートにするか。ミュートですね。どうも、編集中のひなぴよです。今回の試合ですね、クルーメイトなのにもかかわらず全く喋ってないんで、ちょこちょこ私が喋ってこうかなと思っております。最初のタスクはこのカードスラッシュですね。これ早すぎても遅すぎてもダメなんで、今早すぎましたね。はい、こんくらいがちょうどいいと。さて次はリアクターが鳴る、そしてリポートが鳴る。早いね。黙ります。早っ早っ。あーママー。ええ、どこどこ。え、誰押したのこれ。ええ、ピナタ。ピナタ、任せリア教いるんだけども。え、あ、私。うん。え、どこにいた。え、見てない。嘘。え、ピナタはどこにいた。私はでも右にいた。右、上ポン。右、上、右、あ、うん、なんかさ、タスクで、なんかチュンチュンのやつ、打つやつあるところ、隕石ピュンピュンみたいな。あ、そうえ、でもさ、だとしたら相当やばい。私さ、カフェテリアの、うん、最初のポンするとこの右上のタスクやってて、うん、で、そっからそっち側行こうと思ったらレポートなったから。やばくない。ちなみに、私とそのコナン君と、あれ、もう一人最後、アメちゃんいたが、アドミン、最終位置アドミンだから、多分違うかなって思う。お三人は違うと思う。俺ね、PC に通話移動しててさ、ほぼほぼ動いてないんだよ。あ、なるほど。真下に行っただけなんだよ、今が。え、確かにそうだみたいな。右にいたのは誰。はい。確かカフェテリアの右上で、ピナちゃんが私、横の、なんていうんだっけ、ウェポンズ、うん、ウェポンズかな。うん。寝た。リムちゃんは私は、下通って、エレクトリカル行く途中で、なりました。誰ともすれ違ってないかな。マップなんか覚えてないんだけど。セルフレポートか。ね、まずさ、それしか考えられないんだよね。なんかだって私がカフェテリアに行ってさ、うん、てかさ、ピナタさ、行って帰ってくるの無理じゃね。早くさ。全員考えてこれ。とりあえずスキップに入れた。ピナタ監視でスキップでいいと思う。誰監視。誰か。え、じゃあ私監視する。後ろの人、後ろ。ピオさん。はい。ピオさん。はい。オッケーオッケー。じゃあ目通せるね。いや、ここでね、突っとかないと本来はね、7人なんでまずいんですけど、7人であることを私たちはすっかり忘れていますね。そんなこともつゆ知らず、私は2人を引き連れ、ナビゲーションにやってきましたね。このダウンロードっていうタスクがね、結構時間がかかるタスクなんで、この間に殺されることが結構あります。
今鳴ってるのがそのリアクターってさっき鳴りかけたやつですね。これその今左上に時間が出てると思うんですけど、この時間内にこの緊急タスクってやつをクリアしないとクルーメイトたちの負け、インポスターの勝ちになります。そろそろ喋るかな。待って待って、まずい、死ぬ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 のでは。え、待って、まずいまずい。あぶねえ、マジで。あー、ごめん、リポート、リポート押せばよかった、今、リポート。よかったの。てか、待って、見てなかった、これ。人数少ないから、あれじゃん、一回スキップしちゃダメじゃん。そうじゃん。あ、なるほど。全然、10人かと思ってた。そう、だから私、何も言わなかったけど。ほんとだ、ちょっと、ミスレイダーだった。いや、もう完全に逃げ者だって分かったのに、リポート、間に合わなかった。これ、間に合った、分かったの、俺ももっともっとよくなってた。でもピナットほぼ確定だったから。確かに。入れればよかったなぁ。勝てたね。確かに。なんか自分で殺して自分で、なんかやってた。だってさ、ピナちゃんさ、私がウェポにいたのにさ、目の前でぶっ殺してリポートするから。バカじゃん。いや、汗が止まらんかったよ。あの、人数少ない、プレイヤースピードが 1.5 にすると楽かもしれん。あ、なるほど。うん。今がそっちの方がね。あ、早い。あ、早い。やばい。え、これさ、怖い。どこも投げれんの？これどこも投げれんの？あ、2倍とかできるんじゃないっけ？ 3？ 一回上げてみよう、上げてみよう。早い。怖い、怖い、これ。これ無理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 。絶対行きすぎるわ。これ楽しそう、これ。なんか通りすがりで殺せるじゃん。でもね、3にするとね、結構あの証言とか全然関係なくなってくるから。あー、そっか。じゃあ、まあ、ちょっと早めくらいでいいんじゃない。ちょっと早めくらいでいいかな。え、楽しい、これめっちゃ煽れるじゃん。おもろい、これ。あれ、宿舎さんが好き、2人いる。え、なに、フィクサーいじめ。ほんとだ。え、なんかいじめられるんじゃない。いじめられるやん。え、もうこれ LINE ですよ、もうこれ LINE でしょ、LINE 切りだ、LINE 切り。やば、LINE 切り。LINE 切りだよ。ピクサーさんが好きならブラウザーくんしかないんだよ。無意味なローラーやめてください。もう始まってるよ、それは。もう始まってる。これもういいの？いける？やるか。いいよ。じゃあ、行きますね。あ、なるべくインポスターが一人だから固まって、あのタスクが固まってるとかはしょうがないけど、あんまり団体行動しないようにしましょう。VC ないでしょ、でも無理でしょ。そう、連携する無言連携結構きついからね。スタートします。はーい、はーい。始まるぜ。あー、またクルーメイトだ。もう全然全然インポスター引けない。はい、またまた、どうもこんにちは、編集中のひなぴよです。第2戦目ですね。ここからまた黙ってしまうので、私がちょこちょこ喋っていこうかなと思います。今起こってるね、緊急タスクがなんか監視カメラとかアドミンとかのやつが見れなくなる障害ですね。黙ります。え、なになになに、あ、はいはいはい、コミュニケーション障害か。行くかー。ほら、あ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 、くそー、重なってて見えなかったぞ。これ誰だ、わかんなかった。え、今これみのりだ。どこで死んだ。多分私、え、あのコミュニケーションで今みんな直してたじゃん。うわ、やれる。そこで死んだよね。あの、そう、私が最後に入ってきたら目の前でプシャーってみんな重なっとった。コミュニケーションにいた人、私もいた。ママいたよ。4人ぐらいいたよ。5人、4人5人くらいいた。うん、結構固まったけど。え、じゃ逆にいない人誰、全員いたんや。全員いたんや。俺いない、俺いない。あ、いない、いない。あ、コナン君はいない。コナン君もこれ初めて聞いた。やったー。
だコナン君は白でいいと思います。白、うん、だね。で私が今一番最後に入ってきてだったからわかん。あみんな見た？ブシュってなったとこ。見てな。ちなみに私はもう一番最初に部屋にいてずっとやってました。ずっとやってた。あれ難しいもんね結構。うん、でな、私目線はでもその4人になるかな。一番入ってきたの遅かったのがピオさんだっけ。そう、一番最後に入ってきた瞬間にブシュってなってわーっつってリポートを連打みたいな、うん、そこ3人がいたのは誰だっけ。俺とノマさんと私もいた。あ、まあ、リムさん、私、村さん、4人の中で1か、まあ、ピオさんが自分でやった可能性も一番、うん、いや一応あのね、重なってないのよ。いやでもタスクやってるから。そっか、みんな見えてないのか。そうかな、うんうん、見えない。でもだったらなんか黙ってすって消えた方がいいかなって思うから。ああ、でもどうなんだろう。これでも221で動いたらもう大丈夫じゃない。確かに確かに。 221？ じゃあペア、コナン君は大丈夫だと思うから。コナン君が死んだら残りの位置が確定だし。うん、フィクシャーリム、うん、ママ、アメちゃん。アメかな。あ、フィクシャーって誰て？私とリムさんかな。うん。かな。ママアメで。ママアメ。オッケー。アメさんどれ？あ、これか。ミュート。あ、まだいるわ。コナン君どこまでついてくるんだろう。めっちゃついてくんだけど大丈夫これ。まあでも私がここで殺されてもみんな一緒に行動してるはずだから、コナン君かーいってなるよね。いやでもそういうわけないよね。コミュニケーションにいなかったんだから隠しろだよね。疑われてんのか逆に。あー待って、緊急タスク O2 か。ちょっとあーごめん、あーごめんごめん、あーオッケー。上直す。あー、コナン君やってくれてる。あー、まあ、直ってない。あ、直ったね。オッケー、じゃあ上も行こうか。結局一緒に行動することになってるけどいいのかな。あ、直った。オッケー。これどこまでついてきてくれるんだろう。私メッドベイ行きたいんだけどな。あ、よし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 、まあ、大丈夫だと思うわ。隠しろだもんね。私が疑われてんだよねきっとね。よいしょ、メッドベイ、はい。これいいのか、いいのか、ちょっとこれ後でちゃんと覚えてたら言う。あおん、はいはい。なぬ、どこだっけ、うん、下の方、さっきのコミュニケーションかな。コミュニケーション、多分、うんうん、もう前で廊下で、で、一回はぐれちゃって、サーさんと最初一緒にいたんですけど、うんうん、確かサボタージュが終わってからかな。O2 のサボタージュが終わってから、そうですね。で、私がナビゲーションでタスクやってて、で、その時に、サーさんがシールドの方多分向かってって、それで合流しようと思ったらいたんですけど、その時に一緒に通った人がいなかったから、もしかしたらストレージの方から来た人が殺したのかなと思って。通った人いましたか？私とコナン君は最終位置メッドベイなので絶対無理だと思います。これと、ママさんは、どこだっけ？リアクター？最後。うん。うん。あれ？あれれ？リムさん？あれ？あれ？リムさん？これ多分、誰もいけないやつだね。ずっと一緒にいたわ。でもさ、そう、一瞬だからリムか、一人でいたピオさんかなって思ったけど、うん、ピオさんとコナン君が一緒にいたんだったらもう。あ、もう、なんかね、こう、気づいたら、無言で合流みたいになってた。
このゲーム難しいの。さよなら。さよなら。難しいの。これ難しいね。3ペア作った時点でもうダメだったかもしれないね。いや、最初固まった時はここしかないと思ったけど。うんうんうん。俺ソロきついな、思ったより多分。確かに。2位にしてキルクルタイム上げる方がいいかな。そうだね。人数がちょっと中途半端な。怖い。キルクルタイム30秒とかにしたらいいんじゃない？